はい、今日は千葉県柏市、松戸の隣の柏市来てます。柏は、近いんですけど全然普段は来ないんで、今日ちょっと用事があったんでこの辺来たんですけど、前からなんか気になるちょっとフィリピンのサリサリストア、なんかネットで見てて、食べ放題も日曜日やってるみたいで、なかなかこの辺来る機会なかったんですけど、ちょっと今日やってるかどうかわかんないんですけど来てみました。今日はですね、暇なんでブラブラこの辺したいと思います。どうもすいません。今2月12日千葉県柏市、超寒いっす。あれ、なんだこれ。おお、電車すげえ。これ見れんのかな。おお、やべえ、普通の公園になんか機関車みたいのがある。昭和11年から終戦まで。おお、すごいね。やべ、超かっけえじゃん。すげえ。踏切もあるし。なんか柏って電車好きなのかな。プールもあんの、これすごいね。この公園超すごいじゃん。よし、じゃあフィリピンのお店行こう。午後5時30分、暗くなってきました。もうすぐそこです。あった、ここか。じゃあお店入りましたら、なんとお友達がもう早速できました。What is your name? Rika. How long have you been here? Ten years. はい、ここも楽しいお店です。レッドホースある？レッドホースはない。じゃあサンミゲールピルセン。サンミゲール。顔大丈夫。No wanted ね。あ、すごい。はい、こんばんは。マガンダ。面白いね。Yes, this one. Okay. Thank you. 歌ってる。なんかせんべいもらいました。この旦那さんからせんべいもらいました。お姉さん、あの、お姉さん。
じゃあまたの、うん、ワンモア酒、ワンモア酒50人あげてねって書いてある。50人あげて、50人取ってでレジでお会計してください。セルフなんすね、ここ。そう、大体セルフなの全部。おー、すげーな。なんか割といろんな味いっぱいありますよ。ありますね。すげー、買ってくれる。はい、ライトじゃなくて普通のコロナ。はい、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 お酢につける。やべえな、今日も。いやー、もう飲みすぎちゃって。いやー、ほんとすごいな。こんな感じになると思ってなかったんだけど、今日。じゃないしゅ。外でバーベキュー、すげー。これベリーナイスだね。ごめん。外でバーベキューやってて最高です。すげーな。人がいっぱい来ました。じゃあ今日最高でした。ありがとう、また来ます。日曜日食べ放題来ます。日曜日食べ放題、はい、ありがとう。これ何やってるの？これは豚のバラです。超うまいですよ。だ今度来た時食べればいいじゃん。ありました。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ただまー。ここ撮りました最後。こう。あ、もう、はい。あ、最後撮って帰ってくださいよ。宣伝宣伝。はい、フィリピン最高。うん、フィリピン最高。ありがとう。どうもありがとうございました。いやー、カシワにまた面白いところあった。ありました。フィリピンストア最高だな。柏駅、なかなか激しかったです。いやー、あんな店があるなんて。今日は柏駅の気になってたサリサリストア行ったら、みんないい人でめっちゃ盛り上がって、オーナーも常連さんもいい人で楽しかった夜でした。いやー、この辺フィリピンすごいな。